皆さんこんばんは。ゆっくり霊夢です。はじめましての人ははじめまして、マリサだぜ。前回のダビスタ、ドリームスターが惜しくも2歳女王を逃しました。めっちゃ惜しかった。ブラックウィドウは相変わらずの王者っぷりでした。受賞誠におめでとう。今回の実況は音声読み上げで台本を作ってみました。業務効率化だな。そうね。絶対おかしいセリフになってんだろ。無加工だと逆に面白くなったので、それでは本編スタート。まずは施設改装です。合わせコースを拡張します。資金も10億から4億に減っちまったな。施設の効果に期待。まずはエスペランスレイブです。今日的に使います。4都市初戦で期待したいところだ。感情は川田にしました。前回と同じだな。早速レースです。ここはグリグリね。相手はタスカーとソルテとダンデュライトだな。枠から楽に競馬ができるか。指示は追い込みにしました。馬券はあえて自分の馬を副賞で買います。さあ頼むぞ。京都記念。芝 2200m。コンディションはやや重。スタートしました。よし、ここはこうスタート。いい感じですね。ストアクだと壁がなくていいな。外から押して12番エスペランスレーブ。2番手6番ダンビュライト。左先頭に立って最終コーナーと思いきや、インの3番手。ここは家から接近。ダンビュライト先頭、アメリカズカップ。しかしダンビュライトしぶとい。それでも曲がっている。ここでかわすか。家から一気に捉えた。やったわね。ここは味のある競馬で盆栽初戦を飾ったな。これは先が広がる勝利。エスペランスレーブ京都記念制覇です。見事一番人気に応えました。服装も的中しました。さて、お次はネバーランドです。ヤマトステークスに使います。このところ存在感がないから頑張ってほしいところだ。もう6年になるの？そしてブラックイローです。フェブラリーステークスに使います。芝のチャンピオンがダートでどこまでやれる？去年はプロキオンを買ってるから、全然やれるわよね。鞍上はもちろん福永。スペースインパクトもフェブラリーに出します。こちらはルメールで行きます。そして準レギュラーのブルーバードをイカルバステークスに出します。こちらは屋根を豊かちゃんに指名しました。スノーアイスも1勝クラスで2度かちゃんを示しました。まずはその1勝クロスです。ここは一番人気だし分けられないわね。さあ4角先頭で入ってきた。ここは楽に抜け出すかと思いきや、後ろから来ている。むむ。これは最後捉えられたか。惜しくも2期でした。続いてはイカルバステークスです。ここも上位人気に示されていました。ここはここスタート。豊ちゃん今度は頼むぞ。さあ最後の直線、力どこまで迫れるか。インコースブルーバード来れる。しかし、ここは足色一勝、2番手が正位支配か。ここは落鉄が響いたな。さて、メインのフェブラリーです。うちのスペースインパクトで外ブラックウィドウだな。ブラックウィドウはチャンスがありそうね。指示はお任せにしました。まあ慣れたものだし。今年最初の G1 レースはここ東京競馬場から。寒さを吹き飛ばすダートホースたちの熱戦が間もなくスタートします。スタートしました。ここはまずまずのスタート。出た出た。デニム&ルビー。まずは先行争い。外から押して14番エーシントップ。外ブラックウィドウ流れに乗れているぞ。うちスペースインパクトもかなりいい感じ。位につけています。食い下がるエーシントップ。さあ最後の直線、うちスペースインパクトやれる？やれる？しかしモーニーが先頭。そして外からブラックウィロー。しかし掲示板がいっぱい。ちょっと前とは差があったわね。スペースインパクトは仕切り直しだな。そしてネバーランドのヤマトステークスです。さすがにここは苦しいんでした。これがラストランになるわね。今まで戦級で長く頑張ってくれた。意地のラストラン頼みます。ほぼ揃いました。まずは先行争い。外から押して13番レッドアネラ、2番昭和モダン、内から追い上げる11番アルクトス、好位をキープ。そのうち
レッドアーネラ。さあ、最後の直線やはり厳しい。昭和モダン粘っている。レッドアーネラ少し離れて追走。昭和モダン、昭和モダン先頭だ。200メートルを通過。これは加工せねばなる前は。よくやった、感動した。小泉総理か。ネロ迫ってくる。お互い一歩も譲らない。昭和モダン逃げ切って合理。最後は15着でした。さて、ドリームスターが復帰です。なんとかクラシックに間に合いそうだな。そしてネバーランドは引退です。ここまで44位草長く頑張ってくれました。賞金は2億5000万を超えました。お疲れ様でした。さて、3月になりました。トークチェイサー阪急杯に使います。ここはまずまずの印ね。指示はお任せにしました。入っては他のシャークが小沢スコットもいるぞ。阪神競馬10レース G3 阪急杯芝 1400m、 コンディションは良。さあ、ここはスムーズに先行できる。まずは先行争い。さあ、最後の直線と思いきや前が壁。迫る大隅大道ミスターメロディーかわして先頭。これを全く出れないわね。高校は諦めました。続いては渦潮ステークスブルーバードです。ここは安城を松山に変えて挑みます。ここは番手から抜け出すか。ここで先頭変わった。ブルーバードこのまま押し切れるか。ブルーバード後続を振り切る。待望のオープン入り。4年春でのオープン入りです。ここから稼いでもらわないと。さて、復帰したドリームスターです。ファルコンステークスに使います。相手関係的にもここが勝っておきたいところだな。スノーアイスは若葉ステークスに出しましたが負けました。ネタバレやめろ。さて、ドリームスターです。相手は山勝用エースです。フロンティアもいる。ここはグリグリ勝ちを求め馬券は切りました。知って。中京競馬10レース G3 ファルコンステークス芝 1400m、 コンディションは良。さあ、ここはとてもいいスタート。これ以上ないな。12番ドリームスター。まずは先行争い。外から押して12番ドリームスター。さあ、流れに乗って最後の直線と思いきや前が壁。先頭はボンセルビーソ、アクティブミノル。ここはインコースを選んだ。ボンセルビーソ粘っている。山勝エース。さあ、インから鋭く抜け出す。これは強いな。このまま押し切れるか。これが G1 着羽の貫禄。足音は衰えない。山勝エース差を詰める。ドリームスター先頭で合理。これで桜花賞が楽しみになったわね。ほんそれ。さて、最後は高松の宮記念です。ブラック移動を使います。フェブラリー沖から立て直したいところだ。他のメンツも集合させます。スペースインパクトとトークチェイサーも使います。状況も完璧に仕上がったわね。総力戦だな。さあ、人気はどうだ。印はブラック移動がグリグリです。ターフチェイサースペースインパクトもチャンスがありそうね。相手はノームコアだな。外枠だしスムーズに行ければ楽しみだな。ここは全員お任せにしました。いつも考えるんだけど結局お任せにしちゃうのよ。脳のリソースが足りてないんじゃない。それをプッシュ。さあ、スプリントを頼むぞ。切れ味鋭いスピード自慢たちがしのぎを削ります。最速をかけた戦いは間もなくです。スタートしました。ちょっとスタートばらけた。宇宙加工スタート。内側がこうスタート。スターフチェイサーだ。ネロすっと前に持ち出しました。2番手7番スターフチェイサー、13番アンブラック移動は徐々に進出。いい感じだな。コーナーをカーブしていきます。外を抑えて16番アルティマトゥーレ、内抑えて9番 BB ガルダン、その内4番リエの手相路、
外から18番ウエスタンダー前半はちょっとペースが速そうだ。これはおあつらい向きの展開になったわね。4コーナーカーブから直線に向きます。さあ最後の直線、家から遠い小さな、しかし外からブラックビド足色が、さあ来たぞ来たぞ。パークチェイサー突っ込んでくる。これは楽に抜け出したな。スペースインパクトも来たぞ。ワンツーあるか。ありますよしよしよし。これで G13 丁目思うことに来たん距離用だ。見事な G1 勝利だ。うん、さすがであります。ブラックウィドウ高松の宮記念制覇です。2着スペースインパクト、3着は混戦の模様です。ブラックウィドウ、これで G1 は3勝目。関係者インタビューです。霊夢さん、こんばんは。こんばんは。まず今日の読み上げはひどかったですね。もうちょっと使えるかなと思ったんですがね。今後の技術発展に期待ですね。というわけで今回はここまでです。無加工バージョンはいかがだったかな。トークチェイサーをきっかけにこのまま出してみるかとなりました。いつもは台本をキーボードで書いてるからどちらが効率が良いかだな。ダントツでキーボードだわ。チャンネル登録と高評価もお願いします。面白かったら押してください。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。